フォレスタ SK シートベルトプロテクター取り付け純正状態です。シートベルトを外すとピラーにガンガン当たります。このような状態にして保護したいのでシートベルトプロテクターを購入しました。ヤフオクで購入しましたが無駄に大きい箱で送られてきました。純正品版は J1217SJ100 です。中を開けるとこのような状態で仮止めされていました。右側用は識別のために保護フィルムに切り欠きがあります。このような状態でつきます。保護フィルムを剥がして完成です。では本編をどうぞ。こちらは助手席側です。保護パッドの縦線のあたりで折り癖をつけます。剥離紙を半分剥がします。位置合わせをします。保護フィルムがウェザーストリップと触れるぐらいの位置と指定されています。剥離紙を全部剥がして、剥がれないようにスリスリします。完全に貼り付いたら剥離紙を剥がします。